どうも、水にゃんです。水溜りボンド、神田さん、池田エライザさん、熱愛半導生、おめでとうございます。いやーね、素晴らしいですね。で、週刊誌のフライデーが、水溜りボンドの神田さんと、女優の池田エライザさんの、熱愛半導生を、報じていました。なんとですね、この二人が、半導生している場所がですね、月額賃料が150万円から350万円。しかも、コンシェルジュ付きの超高級マンション。ね、すごいですね。やっぱ芸能人とね、なると。人気 YouTuber となると、セキュリティがこう、しっかりこうしたところにね、住まないと。ね、まあ、はじめ社長の時みたいね、迷惑 YouTuber のヘズマリュウ君がね、こう、とつって、来ることもありますから、ね、これ大事ですよね。で、しかもね、これね、昨年末の時点で、二人のことは、仲間内で誰でも知ってたということなんですよ。なんで、教えてくれなかったん？ね、俺全然知らなかった。そういうこと。でね、ここでね、すっごい僕偉いなと思ったのは、水溜りボンドのカンタくんがね、この週刊誌の記者にこう突られた時にね、自分の口からは、何も言えないですっていうね、コメントをしたこと、いや、これはね、ご立派だと思います。ね。だってやっぱさ、相手はさ、大物女優じゃん。で、相手のね、まあ、仕事であったりとか、あと、事務所とかのね、関係とかもあったりとかするから、やっぱね、言えないよね。そういうところって。で、ここね、安易に、いや、もう付き合ってますよ、とか言ってたら、もうただのね、本当、もう、売名やろうとしか、もう思われないわけ。でも、ここをちゃんときっちりしてるところが、さすがですね、水溜りボンドだな、というふうに、僕はね、思いました。で、やっぱですね、お二人、ほんと幸せになってください。ね。もう人気 YouTuber と大物女優のこのカップル。いや、素晴らしいことだと思います。やっぱ YouTuber ってのは夢があるね。夢あるよ。だってさ、ね、これまでもいろいろあったじゃないですか。ね。YouTuber のさ、北の内氏たちの、はるくんと、で、フジテレビのアナウンサーの熱愛。そして、アバンティーズの、ソラ君と、あとね、元、欅坂46の、こうね、熱愛報道ありました。うん。だからさ、YouTuber と、このね、有名人の、こう、熱愛。まあ、これからもね、まあ、僕いくつか知ってますよ。まあ、あるんじゃないかな、というふうに、思っております。ということで、まあ、今回ね、熱愛報道、おめでとうございます、ということで、ぜひともですね、このまま結婚まで突き進んでいっていただけたらなというふうに思っております。以上、水にゃんでした。